立山大橋は、富山県の上岸寺側に架かる道路橋。左岸の富山市本宮と右岸の中新川郡、立山町足倉寺を結んでおり、富山県道67号うなずき大沢路線に指定されている。2000年2月に開催された2000年と、山国体冬季大会に合わせてメイン会場となった立山山独スキー場へのアクセスルートとして整備された。 1993年度に事業着手。1996年1月に着工。1999年11月27日に竣工、完成当時、県道の橋としては、橋町第1位。アーチ橋としては、アーチ市韓国内第5位であった。事業費は90億円。RC 固定式アーチ橋及び連続 PC。 中空小板橋で構成されており、アーチ部は大口径斜め深い静図へ基礎、高架部は直接基礎及び延直深い静図へとなっている。橋上には、車道に車線及び上流側に歩道が設けられており、道路規格は第3種、第2級、かつ荷重は B かつ荷重である。土木学会が制定した。 兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に関わる仕様に対応した耐震設計となっており、非線形動的解析が行われている。アーチ基礎には基礎天馬に作用する水平力、回転モーメントを低減するため、大口径斜め深い静え基礎が採用されており、初めて新オーストリアトンネル工法による施行が行われた。 アーチリブの仮設はシャツリ張り出し工法で行われたが、メラン材の仮設は新工法となるメラン自家釣り一括仮設工法が採用され、メラン材を主作ケーブルに順次釣り下げながら、自家釣り仮設した後、一括で釣り上げてコンクリートのアーチリブと連結した。新工法の採用により、メラン材の組み立て精度の確保、アーチリブ仮設に必要なアンカー張力の軽減、 アーチリブブとメラン材の同時施工による大幅な後期短縮を実現した。橋の右岸側はカーブしており、富山県道6号富山立山公園線と定時路で接続する。左岸側では富山地方鉄道立山線をオーバーパスしている。また、直下の上岸寺側にはアワースの砂防園堤が存在する。ありがとうございます。